前からあるみ朝ごはんちょっとイオンのパン買いたいとかコンビニ のスイーツ食べたいとか言ってたから、あのお父さんがいきなり2000円渡してくれたので、休日なんで今日の朝ごはんは買っていきたいと思います。で、今の時刻まだ8時前くらいで、あのさっきまで準備してたんだけど、多分ねイオンとかなら焼きたてのパンとかもあるかなと思うからちょっと迷っちゃう。あのローソンかイオン、ルッキーたちにも買ってこよう。綺麗は外です。行ってきまーす。はい、気をつけて。バイバイ。はい、今ね、やっぱりイオンにしようかなと思ってるからイオンに向かってます。なんか焼きたてのパンとかありそうじゃん。だから今日はイオンにしようかな。で、ちゃんとね、あの買ったばっかりの日傘もさして日焼けしないように、もう手遅れかもしんないけど。どうしよう。お父さんはメロンパンとかアップルパイ大好きだからそういうの買って、おじいちゃんはパン系かな。で、ロミはパンもいいけどおにぎりもいいな。どうしようかな。で、ロッキーたちにはなんかカステラとか犬のおやつ買います。はい、もうイオンに着いたんで早速もうお買い物しちゃいます。ロミの狙いはパン、最後にちょっとパン屋さんあるからパン行って、で、さっきスイカ取っておにぎりコーナー見てきます。コンポタいいね。お、おにぎり発見。じゃん、おにぎり。どこにしようかな。パンも食べたいし。なんかさ、おじいちゃんにさ、なんだろう、日本のさスイーツをちょっと食べてもらいたいかな。よいしょ。私はもうすぐ食べるから安いのね。ヨーグルトとか買ってて、みんなで食べるように。やっぱりヨーグルトって言ったら、ロミはこれが好き。バニラヨーグルト。あとなんかないかな。皆さん、忘れてた。ロッキーたちのおやつ。朝ごはんだからちょっとそんな感じのやつがいい。どうしよう。パンか、カステラ。コックパンにしようかな。朝ごはんっぽいから。じゃあお会計して次パン屋さん行きます。はい、皆さんもね、あのパンもね買いに行ったんだけど、あのパン屋さんね、やっぱりちょっとね、あのあんまり撮影できなかったんで、もう今家に帰ってるところからです。ロッキーたちも喜ぶかな。暑い。よいしょ。はい、皆さん帰ってきました。もうね、9時、もうちょっとで9時になっちゃう。もうゆっくり買い物してたら。で、あのやっぱりローソンはやめてイオンに行ってきたんだけど、まずスーパーのところで買ったもの、まあこれはあの撮りながらさ見せたからもうみんなわかると思うんだけど、あれ最後にパン屋さんね。やっぱり朝早かったから8時くらいに行ったから人全然いなくて、マジでねめっちゃね撮りやすかったですね。まずはじゃーん、スイカ。こんな感じででっかい、
パックに入ってるのが500円だったから買っちゃいました。今年初のスイカですね。もう食べますこれ絶対。で次が、あ、そう、これカップスープ、コーンポタージュ、コーンスープですね。マジでコーンスープ大好きだから久々に飲もうと思ってこれも買っちゃった。100円くらいで、今回合計金額がパン買ったらもう800円くらい超えちゃって、まあ、自腹でね普通に買いました。で次はこれおじいちゃんと食べようと思った、じゃーん、かしわ餅、餅ですね、あんことか入ってて、まあ和菓子なんでね一緒に食べようと思って買った。で次が、これもあのパパとおじいちゃんとロミでね食べようと思ったバニラヨーグルト、ロミヨーグルトの中でこれめっちゃ好きなので、次がロミの大好きなおにぎり、鮭のおにぎり、でも鮭大好きだからマジ嬉しい。あのね、おにぎりコーナー、なんかお惣菜コーナーがもうすっからかんでまだ全然出てなくて、待っておにぎりないかもって思ったけど、おにぎりはちゃんとあったからよかった。でスーパーで最後はじゃーん、ロッキーたちの朝ごはん、あれもう分かる、 なんで分かんの、すごいね、ロッキーたちのって言ったからかな。コックさんがワンちゃんのために焼いたコックパンです。さつまいも味にしました。食べたい、じゃああげようかな、ちょっとはい、ロッキーどうぞ、なんだよ、はい、レイちゃん、どうぞ。はい、リックはなんか今いないから後でやるよ。で、次がパン屋さん。パン屋さんはね、ちょっとカートとかじゃなかったから、撮影はできなかったんだけど。あ、リック、リック、リック食べる？食べる？ごめんね。はい、来たのね。はい、どうぞ。かわいい。いや、あんまり撮影できなかったんだけど、全部で5個買いました。でパン屋さんね、焼きたていっぱいあるかなと思ったらもう全然種類なかったの、もうほぼ何にもなくて、まああのあったのだけ買ったんだけど、多分もうちょっと後に行ったらあったのかなって、もう早く行きすぎてなかったのかな。でまずはこれ、ロミめっちゃ気になって美味しそうと思って、これがマカダミアンナッツとヘーゼルナッツのパン、ナッツパンみたいな、これロミ食べたくて買いました。美味しそう、砂糖かかってるさ。で、あと残りはもうパパとおじいちゃん用で買いました。まずはパンオショコラ、チョコのパン、甘い系とあのしょっぱい系買ったんですよ。で次が、え、待って、ボロボロになってんだけど、あ、ショック、 ブリュレパイのここがもうボロボロになった、全部こんくらいツヤツヤしてたのにさ、激しく持ちすぎたかな、もうボロボロなんだけど楽しい、中にクリーム入ってんので、次しょっぱい系がじゃーん、ピザパンです。超美味しそうじゃないこれ、チーズたっぷりで、もう一個も違う種類のピザパンです。はい、以上、いっぱい買っちゃいました、こんなに、やばくない、全部これだった、全部で2800円かな。はい、もう一個食べる、もう一個食べるの、分かったよ、はい、はい、ロッキーおいで、行って、あー、リクリクリク、はいはいはい、あー、落ちちゃった、レイちゃん食べるの？はい。はい。はい、じゃあもうね、今おじいちゃんも呼んで、朝ごはんね、今から食べようと思うんだけど、もうちょっと我慢できないで、おにぎり一口食べてよ、マジ。もうこのさ、おにぎりさ、めっちゃ美味しそうで、ちょっと一口食べてみます。いただきまーす。うまっ！何？食べないよ、ダメ。はい、じゃあね、もう今回ね、豪華な朝ごはんになったんだけど、まあ、たまにはちょっと外で朝ごはん買って、このくらい豪華でもいいんじゃないかなと思うので、まあ、皆さん、でも朝早く行きすぎると、パンがまず種類ないので、そこは気をつけてください。じゃあ、ということで、またね、寝起きでいきなり5000円とか見たいよって思った方は、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Feel like it was long ago.